こんにちは、早見ひろです。本日のストーリーテラーは写真作家の高倉大輔さんの撮影現場にお伺いしてお話をお伺いしたいと思います。高倉さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。撮影現場にお招きいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。でね、本当に後でお写真も多分出てくると思うんですけど、うん、この場所で、まあ、映像も含めてですけど、はい、どんな風に撮られたかっていうところを皆さんに見ていただきながらお話聞けるといいなと思うんですが、うん、はい、実は高倉さんとお会いしてさっき、まあ、ちょっと調べてたんですけど、もうちょうど10年ぐらいなんですよね。そうですね、うん、長いもんで、長いもんで、うん、だから本当にそのまだ高倉さんが、まあ、今日お話しいただくモノドラマティックっていうシリーズをなんだろう、ご自身の中で作るその前の段階から。そうですね、本当に、はい、そうなんですよ。で、まあ、その後ね、まあ、モノドラマティックのシリーズが生まれて、うん、2015年に、まあ、パリの方で、まあ、かなり大々的に作品が発表されてみたいなところになっていくわけですけど、まあ、ちょっと初めてこのシリーズのことを知られる方もいらっしゃるかなと思うので、ぜひ高倉さん、モノドラマティックっていうのがどういうシリーズなのか簡単に教えていただいてもよろしいですか。ですね、はい、モノドラマティックのシリーズは、まあ、僕の一応代表シリーズみたいな感じで、制作し続けているシリーズなんですけども、まあ、僕がもともと演劇をしていたっていうバックボーンがあってですね、でまあ、写真作家としてこう作品作りをこう進める中で、何かその演劇のバックボーンを生かした作品作りをできないかなっていうふうに考えた時に、まあ、一人芝居みたいなものをこうパッとこう浮かんで、周りにもその俳優さんとかがたくさんいたので、まあ、その方たちの力を借りて一人芝居をモチーフに、その自分同士のコミュニケーションというか、その人が持っている多面性だったりとか、そういうものをその一人芝居の形で見せていくっていう写真ですね。写真のシリーズになりますね。先ほど今一人芝居って話があったんですけど、はい、僕もね、言葉としては聞いてたんですよ、うん、このドラマティックっていうのが、まあ、その一人芝居なんだと。で、人にはまあ本当にその文人じゃないけれども、いろんな多面性があってっていうところが分かってて、はい、でそれがその作品っていうのも分かったんですけど、今日ね、撮影現場をまさにその打ち合わせのタイミングからちょっとまあ、拝見させていただいたときに、はい、見えてきた風景全く違いましたね。だまさに本当にね、なんだろう、小さな劇がこの場で繰り広げられてるというか、うん、ね、なんか演者の方とお話もされながらっていうことなんですけど、そのかなり細かく設計もされて進められてたみたいなんですが、ちょっとその辺もお話を伺わせてもいいですか。そうですね、最近は特になんですけれども、やはりその被写体の方とその撮影の前に事前にその、まあ、リサーチを取るというか、まあ、そこまで堅苦しいものでもないんですけど、まあ、お話だけをさせていただくこう時間というのを設けて、まあ、本当にお茶をしながらみたいな感じで、その最近あったことだったりとか、うん、気になっていることとかっていうのをいろいろお聞きするんですね、うん、で、まあ、そういうところからちょっとイメージを膨らませていきながら、映像をの、まあ、映像のイメージも作っていくという感じで、うん、でそれを、まあ、ラフみたいなものに起こして、それを設計図、うんうん、まあ、脚本みたいなもんですけど、うん、としてこう作って、それをまあ、実際に、撮影の当日にそれに向かってこう撮影をしていくという
形がまあ基本的な形になりますね。あの設計図もそうですし、うん、その何かこう当日もあのここはこうしたいねとか、うんうん、あの何だろう、演者の方というかモデルになられる方の、まあ、希望も聞きながら、それでいてこうあのなんだろう調整をしていくみたいな作業を見てた時に、あ、なんか本当に単なる写真家っていう域を超えて、まあ、舞台監督というかね、なんかそういう側面も含めたシリーズなんだなっていうのを改めて見て、今日これ見れて僕すごい得したなと思ったんですよね。良かったです。あの、高倉さんにとって、まあ、そのモノドラマティックっていうのはすごくそのターニングポイントになった、うんシリーズでもあると思うんですけども、そうですね、うん、なんかそのあたりのお話も少しちょっとお伺いしても大丈夫ですか？そうですね、うん、なんかそれこそモノドラマティックの、まあ、前っていうのは、まあ、それこそ写真を撮り始めてもそんなにこう時間がこう経っていたわけでもなくて、まあ、作品って何かしらぐらいの感じで、まあ、それこそスナップをベースにしたような作品を出してコンペにちょっと出していたりとかしたような状態だったんですけども、まあ、それだとやっぱり全然引っかからないし見てもらえないような状態 でやっぱりこう見てもらっている作品っていうのはどんな作品なのかってこう自分の中でこう考えた時に、やっぱりその方が撮る必然性のある作品というかがやっぱり見られているものだなというふうに、で面白いものだなというふうに思って、じゃあその自分が作品を作る上で、そういう自分が作る必然性があるというか意味のある作品っていうのは何だろうなっていうふうに考えた時に、やっぱり自分のそのバックボーンである演劇っていうのがやっぱりあって、で、あ、これを使って作ってみようっていうふうになって、まあ、作品を発表し始めて、でそしたら、まあ、それが、まあ、コンペだったりとかいろんなとこで見ていただけるあの機会を作ってくれて、まあ、大きく変わりましたね、自分の流れというか、うん、はい、あの、まあ、ご自身のそのね、あの、まあ、今の話って本当にすごく大事なことだと思っていて、特にやっぱり本当に作品って今誰でも写真が撮れるからこそ、 なぜあなたが撮るのかっていうところって、その作品の、コアになる部分が非常に大きいと思うんですよね、うん、だからそういう意味で高倉さんがご自分が演劇出身だから、まあ、そこを一つの原点としてやっていくっていうのはものすごく説得力があるし、まあ、それゆえにやっぱりすごいあの力のある作品になってるんだろうなと思ったんですけど、このモデルになられる方もあの皆さんその演劇出身の方が多いんですかね？そうですね、基本的には演劇やっていらっしゃる方だったりとか、まあ、今回あの見ていただいた被写体の彼なんかは、まあ、今メインとしてミュージカルをされている方ですし、あとまあコンテンポラリーダンスだったりとか、そういう基本的には身体表現をされている方に声をかけることがほとんどですね、はい、だから本当になんか僕もそこが作品にとってすごく重要なんだなと思って改めて思ったのは、うん、あの単にその多面性を見せるっていうだけじゃなくて、やっぱりそこの、まあ、なんだろうな、演者がやっぱりそのある種その身体表現ができる方で、それがなんていうのかな、ちゃんと表現と密接してるというか、あの高倉さんの表現とリンクしてるっていうことがなんか改めて大事なんだなっていう、この撮影現場に来て改めてすごく強く思ったんですよね、うん、なんかこうあのご自身に向かってあのモデルの方が、モデルというかその、 あの男性の方があの話しかけてるっていうようなことだったり、うんうん、そういうなんだろうな、あの自分との対話みたいなものが、うん、この場で繰り、この場と場で繰り広げられてる、うんうん、あのそこはすごく面白かったし、あの何よりも面白かったのは高倉さんがなんていうのかな、ファインダーを見て撮ってるわけじゃないんですよね、うん、あのね高倉さんの撮り方もすごくユニークだなと思ったのは、その、演者の方というかそのモデルの方の動きをものすごく集中して見られて、こうシャッターを押してるような気がしたんですけど、何かこう撮る時のあのスタイルに行き着いた理由みたいなのってあるんですか？そうですね、なんか僕の作品っていうのは最終的にその一枚一枚の写真を合成した作品なんですよね。で、まあレイヤーごとにその一枚一枚撮っていったものがこう重ねられていくっていうわけなんですけど、やっぱりそのレイヤーごとにちゃんとコミュニケーションが取られていないと説得力がないんです、その合成した時に、でやっぱりそこを説得力を持たせるには、その被写体になっている俳優さんにちゃんとあの向こう側にいる自分をイメージしてもらって、ちゃんとコミュニケーションを取ってもらわないと
やっぱりダメというか、まあ、そこがこの僕のそのシリーズの肝なんですよね。でそこがしっかりしていれば、あの1枚にした時もちゃんとコミュニケーションが取られている場になって成立すると思って自分の中で思っていて、で、まあ、そのためにはやっぱり表情をちゃんと見ることが大事なんですよね。でなのでこうちゃんと会話してるかなっていうのをやっぱり見ちゃいますね。すごく。なるほどね。いやでもいや本当にそれすごくね、あの目つきが横から見てたんですけど、その真剣さがめちゃくちゃかっこよかったんですよ。でなんかすごいあのなんていうのかな、あの、まあ、演者の方はそのまさに自分の演技を演じてるわけですけど、その中で多分どの表情なのかっていうことと合わせて、おそらく最終的に合成しなきゃいけないから重なり合いがうまくいかないといけないということで、相当あのコントロールをしてらっしゃるじゃないですか。であのそれがすごく感じられたのは、あの、まあ、三脚をしっかりどっしり構えて、まず完璧な画角というか構図をね作られてっていうところがあると思うんですけど、何かその構図作りみたいなところでこだわってるポイントがあれば教えてもらってもいいですか。そうですね、その最終的な作品として、なんですかね、舞台を見るようなイメージっていうのはちょっと、まあ、あることが多くて、やっぱりこうなんていうか舞台上にしっかりとしたそのストーリーが乗っかる場みたいなのが欲しいんですよね。なんで結構カチカチ決めてしまっているのかもしれないですね。あでもいやそれすごく感覚としてはよく分かりました。なんかあの、まあ、今回あの撮ってらしたカメラがあの、まあ、ソニーのカメラにレンズが、20mm の F1.8 の、まあ、G レンズということでかなり広角な単焦点の明かりレンズを使われていると思うんですけど、何かその、画面上、まあいわゆるパソコンにつないであの撮られてたと思うんですけど、見た時の画面の画角感が本当にここが家なのに、ある種の演劇場になってるっていうのをすごく感じたので、あの今言われてたことは本当にその絵からすごく伝わってきたなというふうに思いました。ありがとうございます。このレンズにこだわられてる理由っていうのは何かポイントとしてはあったりするんですか。そうですね、もともとは35mm だったりとかそういうレンズも使ってこのシリーズは作っていたりするんですけども、やっぱ室内での撮影となるとやっぱり 35mm だと全然物語が描けなくて、やっぱり 20mm で明るいっていうのはすごく必要なことで、でまあやっぱり小さいのって好きなんですよ。小さいでやっぱり安定するのでいろいろと、で少しでもその撮影の際にそういうストレスがないっていうのはすごくやっぱり大事で、その純正のレンズであるっていうこともそこにつながったりするんですけど、まあ本当にあとはフォーカスがそのがっちりちゃんと合ってくれるとか、やっぱりそういう撮影において少しでもストレスがないっていうのはやっぱりこの場に集中するあのことになるので、やっぱりすごく大切なことですね。そうですよね。なんかあの先ほどのシーンの時もそうだったんですけど、被写体の方を見られていて、なんかもう機材はもう撮れるでしょと完全に決めて、あとはもうそのシーンだけを狙っていくんだっていうところがすごくあの見てて思えたので、まあ、かなりあの、信頼をされて撮られてるんだなっていうのはすごく感じたんですね。ちなみにその、まあ、広角ですとそのなんていうのかな、あの当然、この部屋の中で隅々まで使って、例えばこの今日撮られたシーンだとそれこそモデルの方って何人ぐらい入ってこられるんですか。まあ、同じ方ですけどその1枚の絵の中で、ですね、イメージとしては13、4人ぐらい、そんなに入ってくるかな。そうですね、10人ちょいぐらいですかね。ですよね、まあ、だからそれだけのイメージをしながら、まあ、あの撮っていくってことでいうと、まあ、周辺の部分もね含めて当然配置をしていかなきゃいけないと思うんですけど、 その辺りのその画面の中におけるその歪みだったりとかっていうのは結構広角レンズだと気になるところでもあると思うんですけど、 その辺りはどうですか。いやもうなんかピッシリと言ってくれてまあそこも本当に安心できるところで、もう機材のことを考えないで撮影できるのが、もう一番いいっちゃいいんですよね確かにこっちの演劇に集中できるというか。そうですなので本当に信頼あのできる、できるところですね、そういうところも。いやでも本当にあの今度ね出てくるものの絵がまだこれからどうなっていくのかっていうのが
で僕も分かんないでないとこなんですけど、何枚かちょっと今日撮ったやつ見せてもらいながら、はい、あの意図したところがあれば教えてもらってもいいですか。なんかその、まあ、1枚とかだとこうさっきね、いいですね。いやこの1枚でも十分絵になってますよね、うんこれは今あの窓の外から男性がこう覗き込んでるっていう、あモデルの方が、ね、覗き込んでる絵なんですけど、うん、本当ですね、かなりこれ面白いな。こういう風な撮った写真が、まあ、その組み合わされてて、はい、まあ、1枚の絵になる。で最後その、1点1点がもちろんその多分写真として成立してるってことはすごくある大事だと思うんですけど、最後合成するときに これとそれの組み合わせみたいなものっていうのは最後どこで判断して決めていくところなんですか。うん、やっぱりコミュニケーションを取っているかっていうのは大事で、その会話をしているようなそのイメージのものだったら、やっぱりそこで視線がこうずれてしまっていたりとか、ちゃんと意識がこう行き交っていなかったりするものに関してはやっぱり選ばないですね。で、まあ、あとは本当に全体のバランスとかもあるんですけど、はい、これは手前の方で、はい、あ手前の方に、はい、映っている、うん、本当だ。だから本当にあれですね、あの隅々まで使ってるっていう感じなんですね。そうですね、うん、割とこっちも左端まで一応情報を入れてっていうことですよね。なんか僕自身結構、まあ、ごちゃごちゃしたこう、うん、イメージみたいなのは好きで、うんうん、まあ、ここにこういう情報が あるなとか、はい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 、なんかそういうのは好きですね。だからそういう絵作りになっているのかもしれないです、うんうん、それってなんかどこか来てるとかってあります？どうなんだろうな、うん、まあ、僕自身その映画だったりとか、うん、が好きっていうのもあるし、まあ、もちろんその舞台からそのイメージをこう受けているのもあるんですけど、はいはい、舞台だとその自分の好きなところをこう見れるじゃないですか、はい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 、映画と違って、はいはいはい、で舞台上って出ている人というか、うん、そこあのメインで動いている人たち以外でもそこを見ると必ず何かストーリーが流れていなければならない。だからそういうこうそれぞれがこう見る場所を選んでこう共感したりとかストーリーを見つけることができるみたいなことができるっていうのは、なんか演劇とかからもかなり影響を受けている気がしますね。なるほどね。あ、だからまあ本当にまさにその、あのステージを作り上げていくっていうか、もちろんこの箱となる場所自体はご自宅だから、まあ、そこのあの文脈の中に入るんだけれども、うん、だけど何を見せて何を見せないのかっていうところはまさにその足し算と引き算の関係で、うん、高倉さんがあの演者の方とお話をしてプロットを置いていくっていうような感じなんです ね、うん、そうですね。そう考えて見ていくとかなり面白いですね。例えばこの写真の中に行くと奥の中にあのプロテインが置いてあるじゃないですか。そうですね、うん、これの配置とかっていうのを見はなんとなく、あこの方がそういうこうトレーニングだったりとか体に気遣ってるんだろうなとか、うんうん、なんかそういうようなことを分かったりとか、そうですね、はい、その読み込んでいく面白さってすごい面白いですね。そうですね、やっぱ一つ一つ、まあ、特にこう生活の場なので、うんうん、やっぱり意味があってそこに置かれているものが多いと思うので、はい、まあ、そういう意味ではすごくあの楽しいこう、うんうんうん、絵になると思います、こうそれぞれの場所が。いやーすごい楽しみだな、どんなものが出来上がってくるんだろう、うん、多分この最終的にはこの映像をね、あのアップするタイミングでは高倉さんが作ったものを、まあ、最後一枚として完成としてお見せできると思うんですけど、今ねまだどういうふうになるかっていうところが頭の中では、はい、あります、あるってことですよね、はいはい、あのすいませんちょっと細かいところをお聞きしますけど、最終的なものはあの、まあ、どう上がってくるかっていうのはこれからだと思うんですけど、うん、いい絵、高倉さんにとっていい作品っていうのは自分が思い描いた通りに作れるものなのか、それともなんか予期せぬものに仕上がっていくことなのかっていうとどちらですか。あの後者ですね僕がイメージしたものなんだけよりもやっぱり俳優さんがそれぞれの俳優さんが持っている個性だったりとかアイディアとかで全然もう僕のイメージを超えてくれるわけですよ。やっぱりそここそあの面白みじゃないかなというふうに思っていて、うんうんうん、全然自分のイメージでは本当に小さなものにしかならないなと思ってます、うん、なんかそれを呼び込むために必ずこう意識していることってありますか。
そうですね。でもなんかあんまりその、まあもちろんプランだったりは考えるんですけど、うん、あまりガチガチに考えない、うん、固めすぎないことですかね。そのあとはその自分のイメージだけで進まないことだったりとか、うん、やっぱりその瞬間その瞬間でその被写体の方がこう感じていることって変わると思うんですよね、うんうんうん、まあ、それは僕撮ってる僕自身もそうだと思うんですけど、うん、やっぱりその瞬間のその気持ちでもすごく大事で、この光だからちょっとこうなるみたいなとかもやっぱりすごく些細なことかもしれないけどあると思うんですよね、うん、きっと、はい、なのでやっぱりそのライブ感というか、うん、その場の空気とかというのはすごく大事にしたいなと思ってやりますね、うんうんうん。やっぱある程度の、まあ、全くゼロプランではできないけれども、うん、ある程度のその余白を残していって、あとはその時の状況とかに合わせて、うん、即興性もある程度持たせながらやっていくっていう。そうですね、まさにそうですね。あ、いや面白いですね。なんかこう改めて高倉さんのお話をお伺いしてると、まあ、その当然ですけれども、なんていうのかな、作り込んだ絵だからこその面白さというか、そこに何が置かれていて、それにどんな解釈を我々は許されてるのかっていうところを見ながら見ていくと、うん、ストーリーがもっと広がってくるし、うん、そのスナップを撮り慣れてる人とか見慣れてる人とは違う、うん、その見え方というかね、うんうんうん、作品の楽しみ方があるんじゃないかなというふうに改めて聞いて思いました。これからね、制作っていうことがさらに進んでいくってことですけどす、ね、完成をすごく楽しみにしてますし、はい、今日こういう撮影の現場に呼んでいただけてお話を伺いできて本当に良かったです。こちらこそありがとうございました。